1年前とちっとも変わってない。変わったのは周りの友達だ。見ただけですぐわかる。みんな少しずつ綺麗になってる。中学の時の友達も桃子と会うと前と変わってないねって。嬉しいやら悲しいやら。菊池桃子16歳、身長158センチ、胸囲センチ、ウエスト センチ、ちょっぴり太め。もう少し大人になりたいよ。ソニーナイトスクエア、菊池桃子。桃子と少し夜更かし。この番組は常にフレッシュな音をお届けするソニーの提供でお送りします。もうすぐ高校2年。2年になると進学コースか就職コースか家庭一般コースかに決まってしまいます。まだ桃子どのコースに行くかわからないんですけど、今ちょっと不安です。こんばんは、菊池桃子です。コースが決まったらね、皆さんにすぐ報告しますから待っててください。ところで私この前超能力のテレビを見たんです。超能力少年がいろんな実験をするテレビなんですけどね、そのテレビを見てていろいろ考えすぎたのか、昨日夢に超能力が出てきてしまいました。すごいの、桃子がねスプーンを夢の中でどん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 切断していってしまってね、いろんな人が周りにいるいろんな人を驚かす夢だったんですけど、ほら夢って普通自分の感情とか覚えてないでしょ。なんとなく覚えててあそこに行ったなとか誰が出てきたなって分かっても、これ自分の考えてたこととか演じてたこととかね、分からないはずなんだけど、すごくもう今回の夢ははっきりしててね、だから自分でももしかして夢じゃないのかなと思って、朝起きた時にすぐねスプーンを持って、もしかしたらできるかもしれないなんて思ってね、一生懸命演じてたんですけども、やっぱりダメでした。根性が足りないのかななんて考えてますけどね。超能力使える人がいたらぜひ桃子の友達になってくださいね。今日もじゃあおはがきを皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、今日はみんなからの質問に答えていきたいと思います。まず最初のおはがき、愛知県の木原雅人さん16歳。テストも終わってあとは春休み。ところで桃子ちゃんは赤点取ったことあるかい？取ったことがあるなら正直に言ってください、恥ずかしいことじゃないんだから、というおはがきいただきました。もうこれ赤点っていうのは取らないように一生懸命ね頑張ってるんですけど、中学校の時ってほら赤点とかそういうのが関係なくて学校に単位とかなかったでしょ。だからね全然気にしてなくて、高校に入ってからやっと赤点っていうのがどういうものか分かったんですけれどもね。
今の季節ちょうどほらみんな進級できるかとか病気で休んでしまった人とかそれからあのずる休みしてしまった人とかがねいたあの学校をすごく心配してるんですけれども、桃子なんとか赤点取らなかったですからねご安心ください一生懸命あの平均点最低平均点取れるように頑張ってきたんですけれども、今もしかして赤点取っちゃって追試してる人がいるかもしれませんね。春休みですから頑張ってくださいね。もう一枚はがきご紹介します。このはがきは香川県の伊藤弘樹さん、中学校3年生。桃子さんに質問。桃子さんは仕事が忙しくあんまりテレビを見る暇がないと思いますが、日頃どんなテレビを見ますか？ちなみに僕は1位、機動戦士ゼーダガンダムこれは昔機動戦士ガンダムという番組の続編で、僕はその中のアムロデイやシャアアズナブルが大変好きでした難しい名前が出てくるんですね。はい、桃子はあのやっぱり前と変わらずに水曜スペシャルとかね、ドキュメント番組が大好きでね、本当にこの間もそういう超能力の番組を見てしまったんですけど、それからあのこの間お休みをもらった日に家に帰ってきて、学校が終わって少しとお菓子をたくさん買って私の家に来て家でテレビ見てたんですね。その時にね、少しが5時半になったらね、桃子5時半になったらちょっと見たいテレビがあるから私に見させてねって言われて、何見たいのって言ったら、ダイナマンっていうねテレビを見たいってスコスが言うのね。だから私面白くないだろうけど、まあ見てみようかなって思ったら面白くてね、やっぱり小さい頃見てあの面白いって感じたものは大きくなっても面白いんですね。本当にびっくりしちゃってね、最後は本当に手も足も出そうになって、悪役のことをね一生懸命退治しようなんて思うくらい楽しかったんですけれども、いつまでたっても楽しいですよね。お兄ちゃんが高校3年生ぐらいになってもね、こういうのアニメとか正義もののテレビ見てた気持ちがよくわかる気がしたんですけれどもね、そういうテレビを見ています。それでは最後の質問を読みたいと思います。これは茨城県のペンネーム桃子大好きくんより。こんにちは桃子ちゃん。僕は自分本位なので友達とよく喧嘩をしてしまいます。つい先日も大の仲良しの友達と喧嘩をしてしまいました。まだ仲直りしてません。どうすれば桃子ちゃんのように相手のことをよく考えてあげられるのでしょうか。自分本位直したいっていうおはがきいただいたんですけど、本当にね、桃子もいつもこういう時って悩むんですけどもね、本当にあのね、この桃子大好きくんが自分本位だって人のことが考えられない人だったらね、今こんなに悩んだりおはがき書いてきたりしなくてね、きっと本当の自分本位だったら相手のことを全然考えないで、俺は悪くないのに何あの子怒ってるんだろうななんて思ってたんじゃないでしょうか。だから自分本位、相手のことを考えられるってことはね、自分本位じゃなくてちゃんとどういうふうに本当は考えればいいのかとか、ちょっとそういうことが苦手なだけでね、本当はどういうことをしてあげたらいいのかとか、どういう考え方っていうのが正しいかとか分かってると思うんでね、ちょっとあの工夫をしてみれば治るんじゃないかなって思います。本当に自分本位の人だったらね、喧嘩してしまった後でも本当にプンプン怒ってたりね、わがままになっちゃうんだと思うんですけれども、もう少し自信を持って、そういうので悩んでる人ってたくさんいると思うんですけどもね、桃子もそういう時があったら頑張りたいと思います。それでは、ここで桃子の卒業をお送りしたいと思います。緑の虹の隙間から
卒業を聞いてるとなんか自分のことのように思えるんです。それは僕には今年下の彼女がいるんです。その彼女とは彼女が僕に受験のお守りを持ってきてくれて、そこから愛が芽生えて付き合うようになったんです。4月が過ぎて都会へと旅立っていくという歌ではありませんが、彼女とも向かいの校舎から顔を合わすことも可能になってきましたっていうおはがきいただきました。たくさんこういう卒業のハガキいただくんですけれども、やっぱりこういう思い出ってたくさんあるんですね。素敵な思い出作ってください。このお便りをいただいたのは大阪府堺市のペンネームゾウモモコさんからでした。それではお待ちかね、皆さんからのカセットメッセージで綴るサウンドモモコのコーナーです。今日はの特別にスタッフからモモコにメッセージがあるということなんで、なんかよくわかりませんけれども聞いてみたいと思います。日本放送制作第19回2月の10日放送分、ソニーナイトスクエア菊池桃子とも菊池桃子と少しよ、ごめんなさいひどい
本舗初公開、桃子の不思議な手品だ。お立ち会い。お題は見てく。ごめんなさい、ひどい。特に衝動買いには要注意。目的を持って買い物を出かけると、さらにごめんなさい。ひどい。もう今週は同性とのおしゃべりの時間を割いて友情を深める。ここ、本当にごめんなさい。もう心が悪いんです。でもね、いつもこういう悪いところ消しているふりしてちゃんと撮ってあるんですね。意地悪ですね。ああ、みんな聞いてるだけだとね、あのきっとこんなこと全然なくてちゃんとできてるんだろうななんて想像してた皆さん、もうこれいっぱい間違ってました。本当にごめんなさい。というわけで、本当に半年間たくさんのメッセージ、皆さんどうもありがとうございました。目いっぱいの力で踊っている時が、ありったけの声で歌っている時が、一番私らしいって感じられるの。私を見て、私を聞いて。夢見る明日のスターたちへ、音のスーパースター、ソニーカセットテープ。あなたの喜びを2倍にし、悲しみを半分にしてしまう君の青春日記。毎週たくさんのお便り、本当にどうもありがとうございます。今週もちょっぴり甘酸っぱい恋のお便りをご紹介します。この青春日記は、東京都大田区の山内由美子さんからの青春日記です。1週間、憂鬱な日ばかり続いてる。交わす言葉は、おはようございます、さよなら。先輩は振り向いてもくれない。体育館の掃除をしながら、ただあなたを見つめてるだけの私。由美子、決心ついた？決心も何も話したこともないんだもん。無理だよ。私、ものすごく欲張ってる。付き合いたい気持ちが先に出るばかり。もう日にちがないんだよ。気持ちだけでも伝えなきゃダメだよ。うん、分かってる。由美子、悔いが残るだけだよ。てるけど、今日の交わす言葉は、おはようございます、さよなら。もうやだよ。なぜ卒業式のリハーサルなんかするの？こんな悲しい思い、二度も味わいたくないよ。由美子、先輩に伝えといたよ。体育館で待ってるよ。なぜ、なんでそんなことすんの？余計なことしないでよ。ねえ、由美子。美由子先輩が好きなんだって。そう、そうだったの。ごめんね、由美子。
いいの。でもさ、いいじゃないの、好きになるのが自由だもん。諦めちゃダメだよ。そうだよね。私だって美代子先輩のようになればきっと先輩だって振り向いてくれるよね。今日も交わす言葉はおはようございます、さよなら、これでいいんだよね。先輩、一緒に写真撮らせてください。
like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? ソニー全国中学生元気大賞。緑の中を駆け抜けて、中学生諸君がテープで自由に自分の音を作る、オーブン社主催ソニーテープ大賞。8134点もの応募があった1984年度、見事テープ大賞に輝いたのは、作曲部門で参加した愛媛県八幡浜市八代中学の井上翔子さん。詩を作った伊藤舞子さんもイメージ通りと驚く作品でした。音を作る楽しさを知ってる人は自分を表現する楽しさを知ってる人。君も音の中に自分自身を発見してみないか。自分の音を見つけた、ソニーオーディオカセット。春休みだから友達はきっと旅行に行ったり、それからこの間電話で話してたらね、映画に行ってきたとか。みんな学校がある時にね、夕方からアルバイトしてお小遣い貯めてたから、思いっきりなんか楽しい映画見に行ったりとか、旅行に行ったりとか、楽しいことしてるんじゃないかなと思います。まな子もこの春休みでどっかに潜りに行きたいなってずっと考えてたんですけどもね、今のちょうど映画の撮影に入ってたんですね。で、今回は行けないんですけれどもね、またいつかきっと行きたいと思います。それから今青いっていう映画クランクにして張り切ってるんですけども、皆さん楽しみに待っててくださいね。桃子の星占い。今週は水星と土星が接近したため、友情運が下降します。軽はずみな行動や発言には注意してくださいね。相手の意見をよく聞いて常に冷静を心がけることがポイントです。ラッキーイニシャルは S、 ラッキープレイスは中庭です。残念ながら恋の期待度はゼロ。異性に誘われることがあっても恋愛には発展しそうにありません。今週は同性とのおしゃべりの時間を割いて友情を深めることを心がけてくださいね。ラッキーカラーはラベンダー、ラッキープレイスはサッカーゴールの前です。今週は天王星と金星が強角を抱いたため、金星運が下降気味でかなりの出費が予想されます。見栄や気前の良さは裏目に出るので、計画性を持つことが大切ですよ。ラッキーナンバーは7、ラッキープレイスは屋上です。恋の相手も必ずあなたを意識してるはずです。
りのメッセージは電話より手紙の方が効果的です。思い切ってアタックしてみてはいかがですか。成功の可能性大と出ていますよ。ラッキーデーは金曜日、ラッキープレイスは校門の前です。今週も幸せな一週間でありますように。おやすみなさい。夜更かし。この番組は音と共に歩むトニーの提供でお送りしました。東海ラジオです。ウパダンシングウーパーはセットした時刻が来ると楽しいアラームが鳴ってコロコロ逃げ回る不思議な目覚まし。今日清焼きそば UFO のラベル2枚で1万2000名様にダンシングウーパープレゼント。東海ラジオ放送では4月3日水曜日午後3時と6時の2回愛知厚生年金会館で岡田由紀子スプリングコンサートを開催いたします。入場券は S 席2800円、 A 席2400円です。名古屋市内各プレイガイドでお求めください。 JOSF サニー、サンタナ、シルビア、マーチ、スタンザなど数々の名車をお届けする日産サニー愛知が11時をお知らせいたします。